ニシンカス製造に使用された圧作機、格闘。大釜で茹でたニシンを入れ、テコの原理で締め上げる。北海道開拓の村にて撮影。ニシンカスはニシンを原料にした肥料である。江戸時代後期から昭和初期まで現在の北海道日本海沿岸地域を中心に大規模に生産されていた。北海道における和人のニシン量は、 文安四年道の区国の馬之助なる者が、正木郡、白府村で行ったものを講師とする。時代が下って、完成年間には、北海道北端の宗谷地方にまで和人が進出し、二シの差し網漁に従事していた。しかし、当初の二シ漁はあくまでも、食用目的だった。内地における、商品作物の栽培が、盛んになるにつれ、星家のような金越として、 日清の絞りカス、ニ日清カスの肥料効果が着目されることとなる。安永年間には、地引き網やザル網などの導入で、大量の捕獲が可能となり、本格的な日清カスの製造が始まる。しかし、日清カスは、北海道の沿岸部どこでも製造されていたわけでは、なく、天保年間までは、東へ戸地においては、根室やくなしりなどの奥地、日本海側では、 お冬岬北が産地だった。これは、正木藩の目をはばかって奥地でのみ製造していたものらしい。しかし産地は順次南化し、幕末の慶応年間には和人地でも生産が始まる。ニシンが産卵のため、北海道近海を訪れる春が、ニシンカスの生産のピークである。ニシンカスは、北前船港駅で北陸地方や西日本各地に輸出され、みかん、なたね、 愛、免火栽培などの商品作物栽培に重要な役割を果たした。安政年間、越中国の北前船気候地である東岩瀬では、日清肥料を扱う業者は30件を数えるほど需要があった。当地では、日清肥料をクソモノ、これを扱う商売をクソモノ商売と呼んでいたまず、直径1.8メートル。 深さ1.2メートルほどの大釜に淡水化海水を8分目まで満たして沸騰させる。ここにニシンを1000尾ほど投入し、火力を強くして30分ほどで煮上げる。煮上がったニシンを卵をモモですくい上げ、テコの原理を利用した木製の圧搾機、角道に入れ、次のニシンが煮上がるまでの間20分ほどの時間をかけて圧搾する。絞り汁はトイレ、鉢ごという桶に導いて、 水分と魚油を分離する一方、角度を反転させて内部の絞りかす、かす玉を取り出す。明治中期以降はネジの原理を利用した金属製の圧作機、キリンが順次普及した。朝4時から一人が一釜を担当し、15、16玉を締め上げるのが1日の仕事量とされた。重さ1 0 0ラムはあるかす玉を数人、夜間はむしろで覆うなどして、 数日間かけ乾燥させた後、二十貫入りの俵に詰めて出荷する。ニシンカスの製造には大量の焚き木を必要とするため、北海道の沿岸部では森林破壊が進んだ。また、先住民族のアイヌは、和人商人の下でニシンカス製造その他の労働に従事させられ、従来の民族コミュニティの変容や破壊がもたらされた。ニシン漁の映画と、夢、ウェイバックマシン。 ありがとうございます。